ユリア・ドムナは、セウェルス朝の海祖であるセプティミウス・セウェルスの妻。カラカラ、プブリウス・セプティミウス・ゲタの母親でもある。セウェルス死後の皇帝家の影の実力者として君臨した。ユリアの家系はシリア古来のもので、エメサにあった太陽神エルガバルの神職を代々預かっており、エメサの町も支配する最主要の家系だった。父親は、エルガバルの神官。 ユリウス・バッシアヌスで、姉には、ユリア・マイサ、マエサの孫たちで大老いには後に、ローマ皇帝となるヘディオガバルスとアレクサンデル・セウェルスが、いた。180年代後半にセウェルスと結婚した。ガリア・ルグドゥネン出族属州総督だったセウェルスは、ユリア個人の人となりも、彼女の家系が、どのようなものかも知らず、ただ先生術で、彼女が王になる人物と結婚するということを聞いて、 この結婚を決めたという。しかし結果としては、恵まれた結婚となり、188年にはカラカラを、189年には、ゲタを生む。193年にセウェルスはいち早くローマに入り、皇帝として認定された。しかし彼にはまだペスケンニュース逃げる、クロニウスアルビヌスなど敵対する者がおり、セウェルスはこの敵と戦わなくてはならなかった。ローマに泊まり、 夫の帰りを待つのが普通だった。当時の女性とは違い、彼女はこの一連の軍事行動を夫と共にした。こうして皇帝である夫の陰での実力者として、彼女は絶対的な政治力を持つようになった。皇帝就任後もセウェルスは、外政が多く、ローマで影響力を振るう彼女の存在を、元老院には歓迎しなかった。彼女は、刺したる理由もなく、不義、 国家反逆罪のトガで告発され、公費として彼女はこのような性的と対峙せねばならなかった。しかしセウェルスは妻に対する態度を少しも変えることはなかった。211年に夫セウェルスが没すると、ユリアは共同皇帝となった二人の息子、カラカラと下駄の朝廷者としての役割を担うようになる。セウェルスは二人の息子が協力して、 帝国の統治を担うことを願っていたが、カラカラとゲタは仲が非常に悪く、絶えず何かしら対立していた。そして同年12月にカラカラはゲタを殺害する。その後もユリアは息子カラカラを支え、内政を取り仕切っていたとされるが、217年にパルティア遠征にカラカラと共に出征する。しかし、この遠征中にカラカラは、この絵兵士に暗殺された。 後をついで皇帝に即位したこの遺体長官、マクリヌスは、当初級セウェルス長関係者にも寛大であったが、やがて、ユリアドムナを反逆の容疑で、アンティオキアに遊兵する。この頃すでに重い病に侵されていた、ユリアドムナは絶食して、死を選んだとされる。セプティミウスセウェルスとの間に二男を設けた。カラカラには妻フルーやプラウティッラとの間に、名前不詳の娘がいたが、 それ以外に、子女は確認できず、カラカラに男子はいない。カラカラの娘は母、古屋が処刑されたと、同時期に死亡している。下駄は未婚のまま、カラカラの作望によって殺害されている。よって、ユリアドムナの血筋は、カラカラの死により断絶している。なお、カラカラから定位を散脱したマクリヌスを打として、皇帝に即位したヘリオガバヌスは、 カラカラの楽園を自称した。自称通りならば、ヘリオガバルスは、ドムナとセプティミウスセウェルスの孫、カラカラの娘のイボ兄となるが実際には前述の通り、姉マイサの孫でドムナの大老いに過ぎないとされる。仮に、ヘリオガバルスが、カラカラの実施でドムナの孫として、カラカラとヘリオガバルスの不死関係と、ドムナとヘリオガバルスの祖母と孫息子の関係を、 肯定したとしても、ヘリオンガバルスに実施はいないため、この場合でも、ドムナの血筋は途絶えている。ありがとうございます。